半田市にある入り口や、いろいろな種類のお茶が揃っていますが、この時期おすすめのドリンクを紹介していただきました。西尾さんの抹茶を使っております。名前の通り濃いめに仕上げておりまして、さっぱりとした味には仕上げておりますので、甘いものと相性もよくお飲みいただけるような商品かと思います。ほうじ茶は香りが命だと思うんですけど、香りを生かして、で牛乳と混ぜ合わせるんですけど、珍しいほうじ茶のアイスというのがその中にあるんですけど、そちらをさらに組み合わせると、またほうじ茶ラテのほうじ茶アイスで濃厚な味わいになります。